断はできない。ここまで。大丈夫か？うっ、ガッツー、足が挟まって、サンキュー。おい、あそこで合流だ。チェシーを頼んだぞ。こっちこっち、ここ行けばバレットと合流できるはず。急いで。クラウド、何してるの？早く来て。黙って登れ、その方が楽だ。そかって、ダメ、喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット、先に行け。ジェシー、扉開けんのが優先だ。でも様が一緒だ。もっと、ソルジャー見つけたぞ。俺を耐え、もうすぐ所管だ。邪魔すんじゃねえ。バレット、5秒でやる。いや、こっちだ。消えろ。あいつらと合流すんだ。早くここから出ねえとな。また眠らせれば。連携しよう。俺の見せ場だ。まだまだ。やってやら。やまねえな。逃がさねえぞ。仕上げだ。ている。ここまで。
戦。そこだ。じゃあ気負いすぎるか。待ってました。よっしゃ、終わりだ。騒ぐほどじゃない。倒せない相手じゃない。気負いすぎる。待ってました。こっちか。こんなもんよ。気合い入れとけ。こっちに。こっちに。よっしゃ。さあ、おきれい。頼られちゃうな。こっちか。この野郎。完全注意。逃がさねえぞ。追い打ちだ。転んでみたの。迫真の演技だった。
走ろう。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔鋼が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ鉄臭い錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度触媒まさか火薬。ジェシー後にしようぜ。はあお腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジまだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらは神羅カンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる。予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。
だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん、でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。うん、番外ステーションから最終に乗り込み、一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るため作戦だ。トントン、これ、ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今、私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか、強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。Thank you.
駅は無事か。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウン、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ行くぞ。
何があった？犯人は何がしたい？高速道路も爆破されたの？駅に行きたいの？そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。こっちは無理だな。やばないことしたの？してない。こんなことは許されない。予想以上か。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。さすがにここまで火は来ないだろう。近くにいるはずだ。ここで騒ぐといろいろ面倒だ。前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いらない。まあまあそんなこと言わないで。本物のお花貴重なんだよ。彼女さんにあげたら喜ぶこと間違いなし。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。
あんたも今夜は店じまいして。助けて。消えろ。
迷っている時間はない。